球の運命を左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身代金もせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、格闘技世界チャンピオンミスターサタンは、おお、ミスターサタンがやってきました。聞け、セルとやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだあのゴミは。ベジータめ、やはり証拠りもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。やっと来たようだな。そう、集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとう、クリリン。そしてご飯。よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。暗いやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい。さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ、殺されっぞ。いいから。あいつの好きにやらせておけよ。殺されたってあいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。はあ、ドリャーッ、ウリャッ、ジョーハー。うるさい。リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつまだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあオラからやらせてもらおうかな。ほう、一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。